皆さん、こんにちは。今日は、金融商品等取引名目の詐欺を、三好市に伝わるもののけにちなんで紹介します。欲にくらんだもののけたちが、ヒグマ山に暮らすもののけのおばあさんから、ゼニーをだまし取ろうとします。今回は、どんな手口でだますのでしょうか。もののけのだましの手口をしっかり覚えて、 騙されないようにしましょう登場するのはよくにくらんだもののけ赤鬼姿のカセデビルとカッパのフジカッパです被害者役は高齢女性の砂掛ばあさんですん呼んだ呼んだ呼んだよね呼んだらいつでも来るけのところでおいフジカッパくえ 元気出せよ、お前。ただでさえ血色悪いのに。大きい声出してみ。エッ<っ>この前、もののけ学校の卒業生名簿が手に入ったけど500枚、はがき書いたんで。もう疲れて角が痛いわ。何笑っとんの、お前は。 ぼちぼち電話来る頃じゃな俺来たこの番号はこりゃヒグマ山の砂中けばあさんじゃ今度はわしが会社員役でお前が弁護士役をやれやわかりましたくえくえ しもしもしこちらカセデビル事務所ですああもののけ老人ホームの件ですね入居権が当たったんですね私はまだ元気よ老人ホームの世話なんかじゃならんよそうなんですか残念ですでもいい物件なんですよ 入居したいっちゅう人がたくさんおってねしかも信用がある人でないと入居はできないんですねどうです入居じゃなくて困っている方に名義を貸すのは名義を貸すだけなのであなたに迷惑をかけることはなんにもありませんよまず犯人は老人ホームの 入居権の購入を進め、断られると入居権を欲しがっている人がいます。その人のためにも名義を貸していただけませんかなどと言って名義貸しを依頼してきます。ここでのキーワードは、大丈夫、名義を貸してもらうだけです。迷惑はかけません。です。おばあさん、私は 物のけ法律事務所弁護士のガッパです先ほど老人ホーム入居権の名義をカサデビル事務所に使っていいと承諾されましたねはい先ほど名義貸しは法律違反になり警察に知られたら逮捕されますよクエクエッ 私、弁護士ですから、カセデビル事務所と話をつけて、解決させ上あげてもいいんですが、クエクエえ、そんな名義を貸しちゃいけないって知らなかったんですよ。な,なんとか事務所と交渉をお願いできませんかはい、それには手数料と慰謝料で500万税理になりますが、クエクエは、 依頼人ファーストの仕事をしておりますので300万ゼニーとお安くなっていますゼニーはコンビニに行って宅配便で送ってくださいね中身は警察にバレないようにお菓子と書いてくださいねくれぐれもお願いしますよ当方が確認できればすべて解決となりますクエックエッ 名前を貸すだけのつもりだった砂掛けばさんですが、犯人から名義貸しは違反だと指摘されてしまいました。犯人はあたかも被害者が犯罪に加担したかのように思い込ませて、被害者を心理的に追い詰めてお金を払わないといけない状況に追い込んできます。また、騙したお金はコンビニや 郵便局から宅配便で現金を送れを指示してきますあなたのお宅にも欲にくらんだ人間からだましの電話がかかるかもしれません三好警察署では物の,のけにちなんだ標語を作成しました儲け話乗せられ乗る前警察へを合言葉に詐欺電話があった場合は警察に相談をお願いします